どうも、ドズレです。さあ、今日もですね、ドラゴンクエストヒーローズ2やっていきたいと思います。やっと、浮遊城の最深部にたどり着きました。今からですね、多分魔王ザラームとの戦いということで、お、来た。先にはザラームの気配しかない。残るは奴だけのようだね。ついに来ました、最終戦。奴の邪悪な気配を。私も感じるわ。これが最後の戦いになるの。よし、ラスボスついに来ました。浮遊城からの景色何も見えませんね、外は。あのさ、私から聞くのもなんだけど、いつもみたいにたぎってこないの？もう言うまでもないだろ。さっきからずっとたぎりっぱなしだ。やはりか。まあ今は皆がお前と同様にたぎっているのだろうがな。そうね。さあ行きましょう。ザラームを倒しに。ベホマラ、お任せください。任せて。さあ行きますか。強いかな、ザラーム。どんな感じなんだろう。もう見た目はかなり強そうだけど、うわ、なんか何これ。行くぜみんな、突入だ。よし、オッケー、行きましょう。しもべとか召喚してきたりするのかな。来た、まがまがしいな。これはよくぞ。主の姿が見えないようだが、まさか留守にしてるわけじゃないよな。ふん、私たちにビビってどこかに隠れてるんじゃない。おお。来た。喜べ人間ども、貴様らのような卑しき者が我の姿を二度までも拝めるのだからな。ザラーム。しかし闇の雷に打たれ塔の崩壊に巻き込まれてもなお生きていたとはな。貴様らが呆れるほどにしぶといのか、はたまた忌々しき邪魔者が再び現れたのか。そう簡単にやられてたまるもんですか。はっ、毎度爪が甘いんだよ。まさに虫けら、雑草。雑草は言い過ぎでしょ。価値のない卑しき者ほどしぶとく見苦しく正にしがみつく。だが神を超えし我の前では絶望的に無力よ。焼き尽くしてくれよ。生きた痕跡すら残らぬようにな。この前はボコボコにされちゃいましたからね。なんかゼビオン城では。さあ始まった。もういきなり始まるんだ。おお、何何何。よいしょ。あ、何何。おっと、強っ。ちょっと待って。よいしょ。あ、やばい。よいしょ。あ、強っ。これ回復結構ちゃんとしていかないと。来ると、あ、消えた。おっと、危ねえ。おっと、危ねえ。このヒーローズはいいところはあれですよね、下に攻撃の呪文範囲が見えるところが親切だな。あ、危ねえ、危ねえって結構強っ。危なっ。どこ行った。あ、いた。よし、魔人斬り結構効くな。危ない。
よいしょ。これを避けて、ペコマだ。おっと、何？特殊効果が消え去った。なるほど。よし、結構削れてる、いい感じに。特殊効果ってあの分身も消えるのか。お、ダウンしてる、ダウンしてる、ダウンしてる。消え去るの結構めんどくさいな。でもこれちゃんと唱えていれば相手にも隙ができるのかな。イオナズン唱えた今。あっといって、あ、やられちまった。大丈夫かな。今んとこそんなに強くないけど。遊びだったの。ああ、間違えた。何メラゾーマ唱えてきた。よいしょ。おお、強え。攻撃が範囲攻撃。お、でかい、危ない。よし、ハイテンション。無心攻撃で決めよう。よし、結構食らってる。お、やっつけた。マジ？結構一瞬だったな、思ったより。でもなんかこいつまだやられてない感じするな。最終形態に進化するのかな。あ、そんなっぽいな。まさか勝ったとでも思ったか。残念ながら。やばい、これ7段階形態進化とかだったらどうしよう。ありえますよね、ドラクエだったら。やばい、これ雰囲気3段階はありそうだな。あれ、逃げはしないよね。お、なになに。あ、ナジムのあれか。ナジムの光の守り。そうか、貴様ら二人がナジムの弟の血を引く者たちか。素晴らしい。貴様らを始末すれば我は憎き弟に復讐できる。なんで兄弟でこんなにも違っちゃったんだろう。今度こそ世界を支配する唯一無二の王として君臨できるというわけだ。ナジウムもこんな見た目してたのかな。魔族に転じて生きながらえ、千年の間待ち込まれていた。魔族に転じたって言ったかな。叩き潰すこの時をな。やばい、第二形態。おお、聖杯と合体した。第二形態でかくなりそう。うわー、でかくなった。ちょっと嘘でしょ。
くぬく大きくなっていく。うわでかっ、強そう。しかもこれ倒したらまた人型に戻りそうだな。うわ強そう、胸のとこに聖杯あるし。しかも新しい音楽だ、ここに来て。よし行くか。倒せるぞ。お前の千年越しの野望を俺たちが打ち砕いてみせる。よし行くぜ、みんなみんなで戦えたら強いんだけどな、4人だからな。覚悟しろザラーム。うおーでっか、これちょっとえぐいな。えぐ、胸の聖杯を狙いな。どうやって狙うの。え、一撃、嘘、ちょっと待って、さすがに嘘でしょ。え、ちょ待って待って、え、ちょ待って、やられてまた。ちょっと待って待って、さすがに無理、さすがに無理。あっと、うわちょっと待って、強すぎる。ちょっと強いな。あっといて、どうすればいいの。何これ、何これ、え、やられたんだけど。ちょっと待って、全然わからないっていうか、むずくね、強くね。あ、やられた、強すぎる。ちょっと新魔王ザラーム強すぎて、さっきまで何だったんだ。あ、もう世界中が使えない。勝てねえよ、いや勝てねえ、これは。ちょっと待って、さっきと強さが違いすぎるんだけど。いや強すぎるでしょ、ちょっとみんな悠長に喋ってるけど、もう世界中ないし。ダウンした。よしよし、あ、何、閉じ込められた。闇の檻？あ、生きて出られた。なるほど。ちょっと無理だけど。やられた。さっきのやつがマジ避けれないんだけど、範囲でかすぎて。これどうすればいいの。さっきの第一形態がと全然強さが違う。うわ全滅した。ちょっとね、これは勝てないこれは勝てない。もう一回やりますか。どこからなんだろう。あ、ここからか。
ちょっともう一回チャレンジしてみていいですか。よし、やってきたぜ。これ攻略法ないのかな。よし、とりあえず無心攻撃しまくろ。全然食らわねえんだけど。とりあえず聖杯にダメージを与えまくりたい。オッケー、聖杯出てきた。あ、これめっちゃ食らう、めっちゃ食らう。本にする？攻撃によって聖杯が出てくる時があるな。これか。よいしょ。マジ、さっきよりやられてない。これ強いわ、今までにないぐらい強い。よく喋ってるな。これ必殺でやっつけるしかない。よし、ハイテンション。ここでうまくダウンしてくれれば。よし、ダウンしてる。必殺聖杯にギガスラッシュ当てたら結構なダメージになるんじゃない。食らったのかな今。これ他2人どこ行ったの。おっと危ねえ。あ、他の二人囚われてる。あ、つこうか。このテレシアに光のあれが出てきてるときは囚われてるのか。オッケー。よし、結構削れてる、さっきよりも。何、あの聖杯。あ、なるほど、あの聖杯をしてるときが味方がどこにいるかわかんないのめんどくさいな。地図上でみんながどこにいるか把握しとかないと。よいしょ。初めは全然勝てなかったけど、なんかいい感じに糸口見えてきた。うわ、なんかいつもと違う。聖杯だ。
お、上に行った。よいしょ。飛ばしてくるな。あ、これか。みんな待ってろ。よいしょ。ハイテンション。よし、強い。やっぱオルネーゼの火力は高いぞ。よし、これ当たるかな。赤波天狂拳。オッケー。お、ダウンした。これ必殺絶対ダウンするのかな。さっきからダウンしてるけど、もう一回当てたい。オッケー。いい、悪くない。二段階進化やってくれそう。オッケー。これいったんじゃない。さらに進化があったらもうめんどくさいけど、でも3大回進化ぐらいありそうだな、ドラクエだったら。 OK、 これで終わり。よし、倒した。 OK、 1回目戦った時はもう絶対無理だと思ったけど、コツ掴んだらいけましたね。効かない。まあやっぱり効かない。3段階目来るわ。声がゼビオン王に戻ってるんだけど。もう聖杯が元に戻ってる。これで終わり？これで終わりっぽいな、なんか。終わった。やった。ドラクエだからてっきり7段階進化ぐらいあるかなと思ったけど、さすがになかった。あ、終わったのでしょうか。エンディングかな。なになになに。うわ、オルネーゼ。あ、消え去った。オルネーゼ、腕の刻印が、刻印が消えた。ザラウム悲しき一族に刻まれた印も全て消え去ったようですね。誰だ。馴染みの血を継ぐ者たちよ。ヒーラー。ありがとう。あ、鳥か。馴染みの願いを叶えてくれました。千年前彼が成し得なかったことを見事成し遂げたのです。この声、夢の中で聞いたのと同じだ。なるほど。さあ、予言の蓋の正反応と分かたれた世界を一つに。分かたれた世界ってあっちの世界の一つになるの。定めの通りに。おお、予言が今現実に。おい、みんなうっとり見とれてる場合じゃないみたいだよ。崩れる。闇の浮遊城が崩れてしまう。あ、戻ってきた。見て、お城が。おお。城が消えていく。わあ、青空。これで全部終わったんだな。いや、まだだ。皆に知らせなければなるまい。予言の終わりと新たな王の誕生な。ほら。トレンコたち帰れないままかよ。
おお、すごい。4つの国の旗が、あ、4つじゃないか、6つか。なあ、ちょっと待ってくれ。いくら予言の双子でも急に王様になんかなれないって。私たち士官学校の生徒よ。それに世界を滑る王なんて、そんな器じゃ。あのザラームを倒したのだ。今のお前たち以上に王にふさわしいものなどこの世界にはいない。そう気負わなくても大丈夫だよ。あんたたちが未熟なところは私たちみんなでフォローしていくからさ。やばい、こいつら政権乗っ取る気だ。そういえばトルネコもハッサンもみんないない。おかしいね、さっきまでは確かに。え、もうこういういなくなり方。私も。おい、お前たち。いた、みんなだ。あ、よかった、いた。よかった、ここにいたのか。いやはや、見つかってしまいましたか。ああ、こっそり帰ろうと思ってたのに。帰る？それって元の世界へってこと？ああ、やっと迎えが来たんだ。ザラームが倒れ、この世界は平和を取り戻しました。私たちの役目も終わったのでしょう。そんな、もう行っちゃうの？締めっぽいのはごめんだぜ。お前たちは王様だろうが。ほら、シャキッとしろ、シャキッと。それにしても、勝手な話よね。ザラームを倒した途端、王になれたなんて。ほんとそれね。けど、私は良かったと思ってるわよ。双子の王が、あんたたちで。マリブル、最後までツンデレだな。私もそう思います。お二人が王ならば、きっとここは素晴らしい国になることでしょう。うん、ちゃんとハイムに負けないくらいにね。みんな、おいら帰ったら仲間に自慢すんだ。すっごい友達ができたんだぞって。だから絶対また会おうな。ガボ可愛い。このアバタルめ、またハイムに泣かんぞ。いや、泣いてる泣いてる泣いてる。かわいいな。やれやれ、涙抜きでお別れしようと決めていたんですがね。まあ、切なくなっちゃうのも仕方ないわよね。だって私たちずっと一緒に戦ってきたんですから。おっと、そろそろ時間みたいだぜ。黙って帰ろうとしちゃってごめんね。みんな面と向かってお別れを言うのが寂しかったのよ。でもやっぱり最後に会えてよかったわ。それじゃ出発。え、ダイブしてるけど。じゃあな。あ、鳥に乗ってるのかな、みんな。あ、やっぱそうだ。びっくりした。飛び込みしてるかと思った。絶対また会おうな。絶対だぞー。みんなー元気でねー。あの鳥はナジュムゴの友達ですね。なんかどっかで見た気がする。たぎりまくってるこいつ。おーし、じわじわたぎってきた。こうなったら腹くくってやる。猛烈に思いっきりガンガンやってやるぜ。危険。ちょっと、もう
今回ばかりはいつもみたいな適当な考えじゃダメなのよ。ちゃんと本気で考え、本気だ。それが俺たちを支えてくれる、みんなの思いに応える、たった一つの方法だからな。そうね、あなたもたまにはいいこと言うじゃない。思いっきりやりましょう。みんなのために、この世界のためにできることをね。あ、主人公が王様になるパターン、なかなかドラクエでは珍しいですね。服がそのまんまっていうのがすごく気になるけど、これでエンディングですかね。ドラゴンクエストヒーローズ2、まあ、結構ね長い間プレイしてきましたが、結構楽しかったですね。特にストーリーもそうなんですけれども、なかなかねこういったリアルな戦闘をドラクエでやったことがなかったので、それを非常に楽しめましたね。特に、なんていうかな、連打ゲーではなくてキャラごとにね、スキルの発動条件とかが設定されていて、それ結構ね難易度がそこそこ高かったので、それが私的には、非常に楽しかったです。ということで、ドラゴンクエストヒーローズ2、こんな感じで今日で、一応ストーリーの方は終わりにしたいなと思います。これね一応なんかダウンロードコンテンツとして、マルチでねいろんな人と一緒にプレイできるモードもあるので、そちらもね気が向いたら生放送とかで、やってみるかもしれませんが、ストーリー自体、YouTube に動画を上げる自体はね今日で終わりにしたいなと思います。ということで今回ドラゴンクエストヒーローズ2、かなりね豪華キャスト、ホミロンも釘宮さんですね。アリーナ・ショコタン賞、すごいね声優が豪華なんですよ今回の。豪華有名声優揃いということでね、ドラゴンクエストヒーローズ2、1をプレイしていないんですが、2だけプレイいたしましたが非常に楽しめました。ということで、最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。またですね、プレステ4のゲームいろいろ新作、話題の新作がね出てきそうな予感がしますので、またいろいろねゲームしていきたいなと思います。またご視聴よろしくお願いいたします。ということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディングチーム、戦艦帝国です。どうぞ。戦艦ヤマト、シナノ、リアルな演出と爽快な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。